ваша история. Ну, я поняла, что найдет не тоже, да? Это способ, да, вывести из равновесия вперед. А это не надо, что мы найдет не тогда. Ну, ты, но, мы что, хочешь, что это воевал? けど、このラインから合わせて、これから中に入っちゃうと、これが中に昔が入っちゃうと、もう、この持ってる人が、上に座して、上に座ってる。ラインより、ラインを入ると、ほら、崩す。だから、背負い投げをするときは必ず、相手のラインの前に、崩したら、で背負い投げは崩して、自分の背中と相手の、今しっかりこう、его грудь должна лечь, で、あ、崩し、это выведение из равновесия. Да, смотрите, понимаете, да, сейчас, на нас уже стоит. ここから崩して、こう。А сегодня мы должны остановить момент, да, да. Вот что мы видим, что, а, сегодня, しっかりラインにしてもらって、少しオープンスタンス、手はオープンスタンスにしてもらって、この前でしっかり崩すと。で、背負い投げする人は、肘がちょっと軽いんで、あんまり肘がこう入ったりしないで、そうすると体重が下がりますので、しっかりここでこう、くのと同時に自然にこう入ってきてるんですね。で、引き手はですね、みんな基本の引き手ね、引き手はしっかり肘の少し下をしっかり握って、немножко пониже, чуть-чуть пониже вас. Это 引き手は。時は大きく引いて落とす。Высоко взяливает и потом вниз. Да, вынос. То тоже не чекать будет. Каразу. Конна оттали. Чуть тампа не кошу на иде. Асалаки мо шиккари. Аммари кутти, но. Не перешай, это не правильно. Шиккари коно. ないのに、相手のこうだけ、これでいいね、はい、これで、で回転してしっかり引いてやると、こういうふうに、ですから全然どんどんなると、で一本背負いね、一本背負いもしっかり一本背負いでちょっとこう少し大きめに持った方がいいって、で入ったら結構だったりしないで、小指がこう左にながら、ミズニフローズキャップするだすかね。ブラディックにまで。で、しっかり。一旦下に。だってね、プライド。こんな感じしないで。タクトルさん。あ、じゃあ、このロングで、こう、手を加えて、こう、やると。膝だと。胸がしっかり。くっつくと。あんまりこう、垂れない。まっすぐ。じゃだけども、あんまりね。こういうのが。でもこれなんですよ。でも、はい、必ず。で、この状態にすると。お口がだけです。教えるときはこうやって教えないと、ダメだ。教えるときは。поэтому в обучении вот эти моменты все используются, да, помните об этих ключевых моментах. Не, не. Ты моя, как я? Ты моя, как я? Ты моя, как я? Не прогибаться. このぐらいしっかり引いて、このぐらいしっかり引いて、引いて、こうって回転してやる。分かった？こうって一回こうって入るんだよね。引き手は、一本背負いは、背負いみたいに、ここで持っちゃうと、引く力が大きくなっちゃうから、少し上でもいいんです。で、まあ、もしやったらこう、ここでもいい。そうすると、引く力が強くなるから、ここだと引く力も少し少なくなっちゃう。だから少し持ってもいいし、持ってもいいからと。そうすると引く力も出てくると。これがこうだと、同じ力でもちょっと差が出てくるから、しっかりここでこう、
Нет боли. Хидер. То же самое. Нет боли хидер. Нет штрафа. Вот и снег. Вот и штрафа. Все. Снег. Как? Да, да, да. こういう作りはもうないからね。 必ず最後までこれ必ず前に動く分には OK。 В принципе, когда вы делаете чудами, человек должен как бы чуть-чуть на вас идти, это будет правильно. Если он на вас отходит, это не правильно. Только когда он инсайдер ходит сам, то хватит обратно, ты можешь так пустить. Ты можешь так пустить, хватит обратно, чуть-чуть отхитираешь. Это неправильно. Когда он сошел, это неправильно. Шикарь хиде. Кто же ты? Да? Вы не понимаете. だから一本では潰す人は引き手少しこう上持っても OK。
Так не делать. Но вот та штука. Просто поворачивать. Естественно, поворачивать. Вот. Сюда. Не? Не. Не кладите себе на шею руку. Суетева, кучина тай, кучина тай, шляйте. Кино, как вместо хазда. Не. Шиккари вакио. Идете. Шмете. Не. Не закрывайте. Куюбио, скошку, хвери, гуляй, не скруто, чоудо. Если левый мизинец, мизинец, да, скручивается, тогда вы закрываете руку. Тогда вы понимаете, получается, что плотно рука прожата. Мини мистера, ну, как он будет, все равно надо так. Делайте очень... Япон делаю срочного, шикари. Скоси, как он будет, мы ищи. Можно даже глубоко сделать. Где его ком будет, мы ищи. Можно сделать. Слухали, шикари, куда?回転したらですね、なんか。だから回らしてる。みんなこういう格好になってるから、これだと。背骨が反動で伸びる。パッコ、この上下の運動のバレが、あんまり。だからってくるから、必ずさ。スパレット、伸びた位置とプライメリーサイズとか、エステチックな。だから、ちょっとこう、スキルはディスペッチしてもすまない。でもこう、左手でもいいんだけど。 これはこういう状態で、要するに、私は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 、
から、このまま締め上げるから、だから持ってしっかりそこで止めると。で、受ける人も、もしこう持ったら、こう持ってやった方がいいね、受け。そうすると、きちっとこう、ドロップするだろうし、もしこう持ったら持ってもいいし、でこう持ってもこう持ったらしっかりそこでこう、で、ダラーッと受けないで、しっかり受けて、それを注意して、正しい打ち込みの方法を今やってるので、正しい打ち込みをやってください。はい、足を打ち込みます。背負い投げは、こう、前に振り返るか。はい、そうそう、だから、ウイルスにさらないスピード。はい、みんな打ち込み、前に振ったら、受けの、もう一度こっちしてもらった方がいいわ。受けのこのラインから合わせて、これから中に入っちゃうと、これから中に昔が入っちゃうと、もう、いや、持ってる人もらっておいて、上に済ましてもらってる。ラインより、前にこう、入るの、ほら、苦しい。だから、背負い投げをするときは必ず、相手のこのラインの前に、崩したら、で背負い投げは起こして自分の背中と相手をしっかりこう崩し、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 こっから崩してこう背負い投げを崩し、だから打ち込みにいる人は背負い投げしっかりラインにしてもらって、少しオープンスタンス、手はオープンスタンスにしてもらって、この前でしっかり崩すと。で、背負い投げする人は、肘がちょっと上がるんで、あんまり肘がこう入ったりしないで、そうすると体重が下がりますので、しっかりここでこう、引くのと同時に自然にこう、入ってきてるんですね。で、引き手はですね、みんな、基本の引き手ね、引き手はしっかり、肘の少し下をしっかり握って、少しパンチで、少しパンチで割って、時は大きく引いて落とす。で、そこを押して、背上げ上にバトンを入れたら、これで落とす。
受けもしっかりできてないと、受けもしっかりできてないと、鳥のバランス、鳥の技が出ちゃいますね。だから受けもしっかり。
Букет должен помогать, а так он не обвисает, не делает себе таких мешков, да, как он наоборот помогает. Потому что в других случаях там вариантов много, да. Даже если он поседает, то сенсей показал, что можно. Следите за этим, чтобы не было такого. Вывезите, вот так. Если вы войдете туда глубоко, то вы обратно становитесь на пятки. Если вы станете чуть-чуть перейти, тогда у вас будет постоянно выведение равновесия. Тогда это база. Не сгибайте. Ваша задняя часть, она будет сядка точно, не должна выбивать себя туда, да? Ровно, спина ровно. これがこう入ってこっちが効いてないとそのまま。